どうしましたの、いつき。少しでも見とれていただけましたかしら。いや、なんでいつもこういう時にアディがいる。だいたいその水着は何やの。なんなら同じデザインのものを用意させますわよ。まあサイズはもろもろ変えないといけないでしょうけれどもね。なんやて。二人ともここまで来て喧嘩しなくても。海で勝負や。望むところですわ。だからさ、二人とも。猫屋敷さん、ちょうどよかった。あの二人止めてください。暑いから気をつけなさいね。